今日はですね、まあ、県内にはいろんな形でボランティアの方が入ってきてくださっているんですけれども、この6月の中旬から1年間にわたって消防士の方ですとか消防士の OB の方がですね、滞在をして支援活動をするという動きがあるんですね。今日はその活動の発起人のお一人です。元東京消防庁の消防士で高野キネオさんとお電話がつながっています。高野さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。まあ、高野さんは東日本大震災の後、県内にも沿岸部を中心に随分来られているということなんですけれども、はい、まあ、ずっと消防に携わっていた方が、はい、まあ、今回のその被災地を見て率直にはどのようにお感じになりましたか？まあ、一言で言うと、まあ、我々は戦争を知らない世代なんですけども、戦争のように爆弾、原爆を落とされたみたいな感じで根こそぎ亡くなっている、まあ、自分の気持ちも何もないっていうような感じの印象ですね。本当に、ね、そうなんです。その言葉が正しいのかだけれども、確かにそういうふうに表現される方が多いというか、それだけとにかく被害がすごかったっていうところを見て、はい、やはりそうなるとそこで暮らしている方々っていうのもすごくショックを受けていらっしゃったかと思うんですけれども、はい、でもずっとその長いスパンでだいぶ入っていらっしゃって、被害を受けた方々のその様子っていうのも少しずつでも変わってきているんじゃないですか？そうですね、私たちも3月12日、まあ、直後からこういろんな現場で、人と接しているんですけども、あの頃は呆然としてたんですけども、今はようやくこう前を向いて頑張ろうっていう、そういう皆さんのですね、気持ちが私たちにも伝わってきますね。そうですか、はい、で、まあ、そういった中で今回の活動だと思うんですけれども、今回の活動はその全国の消防士、それから消防士の OB の方に声をかけて、はい、ボランティアとして集まろうっていう動きのようなんですけれども、はい、これはどうしてこういう動きが出てきたんでしょうか？はい、これはですね、私新潟の一緒に行った渡辺さんっていう人とですね、阪神淡路からずっといろんな大きな日本の災害にはですね、ボランティアで活動してるんですよ。でそういった時に今回の災害あまりにも大きいんで、これはもう長く続けて、まあ、10年はかかるだろうというふうに思ってるんですけども、うちらのそのまあプロのやる仕事、現役の OB、現役の仕事と、まあ、それが、まあ、ボランティアで、今、普通のボランティアの方の人の仕事と、その中間にある、まあ、いろんな仕事も、皆さんの、支援できることもいっぱいあるだろうというふうなことで、じゃあ、全国の、そういう消防士とか、消防 OB、消防団の方々に来ていただいて、一緒にやれないかと。チームを組んでやれないかというふうなことで声をかけて、まあ、今進めてるんですけどね。そうですか。でもまあ本当に高野さんがいろんな、ね、場所で救援活動をしてきたそのネットワークが今まあ生きて、いろんな方々どうでしたか、声をかけてみての反応というのは。いや、OB も本当に多かったんですけども、現役の消防士がわざわざ休暇を取って入ってくれるっていうのもまた嬉しかったですね。その心意気っていうのはね、皆さん本当に何かできることはって思ってた部分もあるのかもしれないですね。そうですね、実際仕事では、気仙沼に入って、消火活動とか、救出とかやってるんですけども、そのボランティア、まあ、続けてやっていこうっていう、そういう若い人たちの気持ちもいっぱいあったんで嬉しかった。やっぱり1年かけてということなんですけれども、はい、そうするとできることの幅も広がって、まあ、具体的にはどんな活動をしようっていうふうに今考えてらっしゃるんでしょうか？はい、まあ、先ちょっと言ったんですけども、ボランティアさんができない仕事、プロではもうちょっと優しい仕事、そういうものをですね、具体的に言うと、まあ、全部流されちゃった中で、まあ、危険な仕事もあると思うんですよ。はは、それではなかなかボランティアさんは泥かきみたいな仕事だけをこうやっているところが多いんですが、まあ、崖のなあのところにですね、いろんなゴミとか、まあ、畳とか、いろんなものが使
かかってるんですけども、そういう高いところから下ろしたり、深いところから取り上げたりとかいう、そういう仕事で、皆さんがああいうものを見ると、またそのフラッシュバックみたいな形で、いろんなものを思い出してしまうというふうなことですから、そういうものも協力をしてやっていきたいというふうに、当然ドローの出しとかそういうものも含めて、全般的に、まあ、少しでも前を向いて皆さんが活動を復興できるような形で応援できたらいいなというふうに思ってます。そうですね、やっぱり地元の方がそういう活動をしようとなると、その精神的に負担になる部分ももしかしたらあるかもしれないですから、その部分は楽になるのかもしれませんね。はい、でもそのどうでしょうか、高野さんはいろんな災害現場とか、その阪神淡路の大震災とかもご覧になってきて、まあ、今回のその東日本大震災、これからどんなことをしていったらいいっていうふうに具体的に思ってらっしゃいますか？我々はできることは何でもこう、やっていきたいっていうのが自分たちの、その、まあ、今までその体力とか気力とか、そういうものを通じて、真心を通じてやっていきたいなと思っているんですけども、皆さんがですね、一歩でもこうやる気を出していただける、一歩でも前へ進んでいただける仕事なら何でもやっていきたいと思うんで、どんどん言っていただければいいかなと思ってます。そうですか、はい、まあ1年という期間での活動になりますけれども、はい、1年後気仙沼がこんな風になっていたらいいなって、今皆さんの中の希望とか、そういった目標とか、そういったものはありますか？そうですね、少しでもその新しいものがですね、まあ芽吹いて、こう元気がね、出て、例えば気仙沼なんかはいろんな港で有名ですけども、そういうその魚が入って活気がね、少しでも取り戻したら、まあうちらは満足かなっていうふうに感じます。そうですか、まあそのためには本当に皆さんの活動っていうのを大勢の方に知っていただいて、いろんなところでこっちもお願いしますっていう声がかかるっていうのも、はい、必要ですね。ぜひね、我々もどんな仕事でも、やっていきたいと思うんで、声をかけていただければと思っております。今何人ぐらい集まりそうですか？はい、そうですね、全体的には何百名単位で、集まっていますから、今度の19日に、発対式みたいな、決断式みたいなことをやるんですけども、まあ、その時は50名ぐらい集まるんではないかなと思っております。そうですか、本当に私たちにとってもすごく心強いですので、ぜひ活動を通して、宮城気仙沼を元気にしていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。今日は高野キネオさんにお話を伺いました。みんなの時間でした。